分たちが強くなるためにみんなの平和を奪うなんて絶対に許さない。愚かで弱い人間どもを痛めつけて何が悪い。悲鳴と絶望こそが臨終剣にとって最高のエネルギーなのよ。ふざけるな。獣の力はいいことだけに使うべきなんだ。そうだ、お前らなんか俺たちが激循環でぶっ飛ばしてやる。獣を心に感じ、獣の力を手にする剣法、獣剣。獣剣に相対する2つの流派あり、1つ正義の獣剣、敵獣剣ビーストアーツ、1つ邪悪な獣剣、金獣剣悪型。戦う宿命の兵士たちは日々高みを目指して学び変わる。操作剣は激過激にガンガンガン行こうぜ。もうだよ未だかつてが異邪気のうごめきを感じる。これは相当な覚悟が必要かもしれぬ。強くなるのさ、獣剣戦隊激レンジャー激レンジャー。なんなんだあれ、何がどうなったんだ。ここは景色、ここ香港よ。香港、僕たちは一瞬で香港に転送されてきたのか。え、何のつもりだメレ。何よそれ、あんたたちがやったんじゃ。劇獣剣のバカどもにこんな真似ができるはずがない。いやリオ様、リオホーチイエーさん、カムさん、サウレン、ウーサンクイナ。なんだお前、あいやさっぱいだ。何喋ってんだ、わかる言葉で言え。わお、日本人なんだ。あなたたち同じ獣犬よね。劇獣犬などと一緒にするな。そうだ、俺たちのは臨終剣みたいな悪い剣法じゃない。でも獣の力で戦うんでしょ。同じよ。違う、違うネイホー、私はラオファン、ヌンチャク使いよ。ネイホー、なんだそれ。香港のこんにちはと挨拶。面白い言葉だな、ネイホー。ネイホー、それで君は一体。また誰か来た。この人たち、僕たちと同じように。どういうこと、一体。奔延功能、香港。ようこそ香港へ。ここは偉大なるヤン様の庭。私は秘書のミランダと申します。偉大なるヤン？あ？全世界の経済を裏で動かしていると言われる香港のメディア王よ。あなた方は世界中からエントリーされた武術家の方々。その中でもただに戦って究極最強の武術家を決定する大会がこの天魂一滴武術会です。ちょっと待った、僕らはまだ参加するとは。優勝者には最大の賛辞と究極の名誉が与えられます。うさんくさいね。どうするラン、
みんな殺気がみなぎってる。やるしかなさそうよ。いいじゃん、俺たちの凄さ見せてやろうぜ。どうしよう、リオさん。この程度で乾きはいやせんが。一回戦の組み合わせはこの通り。ルールは一切なし。相手が動けなくなるか降参するまで永遠のバトル。それでは皆さん、健康一滴武術会開催いたします。准备好。奇女，呢个日子来啦。仲良くなっちゃって、あの二人は似た者同士だな。毒が入ってないかとか警戒する気も全くなしなもんね。大変長らくお待たせしました。当武術会主催いたします、ヤンがご挨拶をさせていただきます。者の皆さん、おめでとう。力こそすべて。真に力ある者だけが世界の頂点に立つ。長きにわたり待ち望んだ時がいよいよ訪れようとしております。それがお前の本音か。獣の力がうずいて仕方ないようですが、
私は香港国際警察の捜査官なの。警察？おまわりさんか。嘘だ。本当よ。ねえ、それより聞いて、あのヤンってやつとんでもなく悪いやつなの。この大会は我らを集めるための口実。やつの本当の目的は、そう、憲法による世界征服だ。メディア王の仮面の下にそんな悪魔の顔があったとはない。でもそんなことさせない。思い通りになんか絶対にさせない。できるかな、貴様たちに。世界征服のため、ヤンは科学力を結集して究極の憲法を作り上げた。それがメカンフ。メカンフ？そんなの臨終刑にかなうはずないでしょ、バカなジジイ。生意気が言えるのも今のうちだ。劇中剣も臨終剣も技を高め、修行を積み重ねて高みを目指そうとする。だがそんなものは私に言わせりゃ無駄以外の何者でもない。メカンフーの前には銃剣などたわいない子供の遊びに過ぎん。気を集める装置よ。奴はこれに集めた気を自分の体にチャージするつもりなの。その通り。だが無駄な知識だな。貴様らの命はここで終わるのだからな。あなたは逃げて。犯罪者を逮捕するのは警察官の私の役目だから。なんだそれ。俺も悪い奴倒したい。だから戦う。ちょっと。臨機外装。
しい力が世界を覆い尽くそうとしておる。マスターシャフ。だがアンズル、あの三人を信じておればよい。劇中剣の真髄をな。中堅戦隊、デビエンター。
何？香港の人たち苦しんでる。一気に行こうぜ。あ、これで勝ったと思うが、究極の仕掛けは最後の最後に待っているのだ。うわぁ、そんなのありか。見ろ、これこそが科学の粋を集めた未完なんだ。わしが全世界に君臨する。何もかもこのわしの前に卑劣すのだ。俺たちも激闘じゃね。うん、激闘だ。中堅だったよ。かっこいい。100万ドルの夜景に入るあの勇士。激闘者対メカンノン、歴史的な一戦がここ香港を舞台についについに始まりました。どうしますか、リオさん。力入りすぎ。ほっといて帰ります。さあ両者激突。メカノンはなんと腕が6本もあります。果たして激闘者はこのハンデを克服して勝つことができるのか。甘いわ。おっと、やっぱり腕の数がものを言う。激闘者が捕まってしまいました。これはピンチ。激闘者持ち上げられて、くらえ、メカン落とし。出た、メカン落とし。これは効いた。激闘者ダウン。ダメージでかい。激闘者起き上がれません。究極の科学が生み出したメカン脳はあらゆる生物の動きを超えた超機械生命体なのだ。中堅ごときが勝てるわけがなかろう。お願い、あなたたち力を貸してあげて。同じ銃剣同士でしょ。バカじゃないの、一緒にしないで。言ったでしょ、あんな情けない奴は助ける気なの。リオ様、分かってくれたんですね。銃剣をバカにした奴に真の力を見せてやるだけだ。え、地獄へ落ちよ。メカンノン、メカン斬り。
リンディ、トライチ。リンライオン。リンカメレオン。行くぞ、激レンジャー。ぼやぼやしてるとぶっ飛ばすよ。リオ。メレ。メレ。ほうほう。だよね。中堅艦隊吠えつ同衆って仲の悪い者同士が行動を共にすること。つまりこれはなんとなんとリンライオンとリンカメレオンが激闘者に合体だ。これはなんと呼びましょう。そう、責任闘者ラインアップ。よし、なんだと敵同士は結びついたというのか。俺たちねえねえ方法だ。これは夢でしょうか。いえ、夢ではありません。香港の夜に実現した激凛の華麗なる共演。激凛闘者吠える、激凛剣がうなる、きらめく、そしてぶった切れ。リンギ、シスコ。決まった。臨中間コンビのコンビネーションプレイ。激凛闘者かっこいい、かっこよきです。こうなった全世界の人間どもの気を吸ってひとひねりで片付けてやる。おっと、メカンの何をするつもりだ。ビルを登り出した。まだまだパワーアップするつもりだ。そうはさせない。うん、激凛闘者も登り出した。受験の誇りをかけてメカン風を打ち砕け。最後に残るのは強き方、それはメカン風だ。メカンレッツーザン強者飛んだ。セキリコーダー褒美セキリリリンカン。わしは、わしは、うわぁ！やりました！激凛闘者！激凛闘者、リン！やった！香港の世界の平和は守られました。すごかったわね。まさかそこまでできるなんて。根源を同じくする銃剣同士だから奇跡も起きたの。やっぱネイネイ方法だな。なあリオ。勘違いするな。俺は臨銃剣のために戦っただけだ。そうよ、今度会った時はメッタメタのギッタンギッタンにしてやるんだからね。ネオ様、やっぱりあいつらゾワゾワだ。どうじゃ、じゃ。どうじゃ、どうじゃってなんだ。いろいろありがとうってことよ。そっか、じゃあ俺もどうじゃどうじゃ。日本にも遊びに来てください。僕がご案内します。私たちもまた香港に遊びに来ます。待ってます。じゃあさようなら皆さん。うん、元気でね、ラオファン。ちょっと待った。ミキ、猫。何、あなたたち、もう終わっちゃったの。はい、無事野望を打ち砕きました。はい。そんなことは当然じゃ。しかしせっかく駆けつけたわしらの立場はどうなる。そうおっしゃられても仕
方がない。こうなったら、うん、美味しいものいっぱい食べに行きましょう。ね、夏目。うん、マンゴープリン食べたい。うん、夏目も来たのか。じゃあ私が案内してあげる。うん、行きましょう。うわあ、嬉しい。マサも早く早く。行く行く。行く行く。このシューロンパオ、なんてジューシーな肉汁なの。ハーガーもチョンギューもおいしいよ、ママ。美食天堂、香港は食の都ね。一体いつまで食べてるの、この親子。ヤムチャの中に修行ありや。人が何かを目指すときには、そこに必ず道が見えるさ。不敵じゃん、バンバンぶつかってももわもわ知りたくなる、さらに強くなるために。行くわよ。やった。まだ食べんの。ちょっと